はい、どうも、関西クラクラクラブのコミです。本日も、クラン体制の実況解説やっていきたいと思うんですが、本日はタウンホール12の攻撃をちょっとね、見ていきたいなというふうに思います。で、タウンホール12ね、まあ、これ12だけでは最近ないんですけど、割とタウンホールをね、こう村の端っこに置くようなパターンってよく見ませんか？まあ、例えばこんな感じですよね。村の隅っこにこうタウンホールを置くと。これなんでかっていうとね、タウンホールを真ん中に置いちゃうと、突破兵器あるじゃないですか。あれをもう四方八方どっからでもね、こう入れていきやすくなっちゃうんで、まあそうしないために、まあそうさせないために、タウンホールをこうあえてね、端っこに置いて、で、突破兵器のその自由をね、奪うっていうのが、まあこの意図としてね、よく最近見られるようになったかなと。で、これ、12じゃなくても10でもね、よくこういう配置があると思うんですけど、じゃあね、こういう配置を攻めるときに、結構迷うのが、星2を狙うのか、それとも全壊を狙うのか、結構迷いませんか？特に、クラン対戦リーグなんかの場合、星1で終わっちゃうと、ちょっとまずいんで、でも全壊も取っておきたいなっていうとき。でね、そういうとき、私結構よくあるんで、意識してるのが、星2を確実に取りながら、全壊も狙える戦術っていうのを、今いろいろね、考えたり練習したりしています。というところで、一つね、まあこれ結構、まあそうは言っても使ってる人ちょいちょい見かけるので、メジャーかもしれないですけど、その戦術を1個紹介したいというふうに思います。では、早速いってみましょう。編成はね、ゴレにヒーロー、ボーラー、あとバスター。これが陸部隊ですね。で、そこにさらに、ラババルを加えていった、まあ、陸と空のハイブリッド攻撃という感じです。で、まず陸部隊でね、このタウンホールのところを壊していきます。で、この陸部隊の仕事は、タウンホール、まあ、ギガテスラを壊すことと、あと相手のアチャクイ、あと防衛援軍を処理すること。で、この3つをこなしたら、なるべく、空部隊と接近しながら一緒に、残った施設を壊していくと。で、今、処理が終わりましたよね、ほぼほぼね。なんで、空パート開始です。ラババルを、この辺からこう始めていって、ぐるーっとね、反時計回りにこう、回していくようなイメージでやっていきます。で、ここからもね、ラババルを展開していくんですが、このラババルね、今、私、このくの字を作ったの分かったでしょうかね。この部分を全部破壊して、くの字を作ったりとか、こうしていくとね、まあ、結構これもよく言う人多いと思うんですけど、ラババルだったり、まあ、ゴレじゃないわ、ごめんなさい、コグとかね、ディガーとか、そういう壁をね、無視するユニットをすごく回しやすくなります。なので、最初のね、陸パートはちょっと後でもう一回、ここ説明しますけども、なるべくね、こう、削る、どこをこう削るのかって、ある程度ね、意識していく必要があって、その考え方をね、この動画の中で、まあ、せっかくなんで一緒に、解説していきたいなというふうに思います。で、こんな感じで全開ですね。はい。で、ちょっとね、もう一回リプレイを流していきたいんですが、この前に考え方を、説明したいというふうに思います。まずね、さっき言った陸パートは、目標、まあ、最悪この3つなんですけど、加えてね、この辺まで削っていって、今これ、まあ四角形の配置じゃないですか。まあ平行四辺形っぽい感じの。この配置の、この左下の四角部分っていうのを削っちゃいます。そうすると、残った施設ってこういうふうにくの字になりますよね。で、くの字になっていくと、結構ね、今さっき言ったけども、その壁を無視するバルーンとかが割とね、固まって一方向にこう流れやすくなるんですよ。ポイントはやっぱね、この辺まで削ってあげることですよね。なるべく奥まで削れば削るほど、この辺に来た、バルーンがこの辺に来たときに、こっちにこう流れにくくなる。こういう風に回りやすくなるっていうメリットがあるんで、それを意識した陸パートをやってます。はい。で、バルーンを出すときも、ちょっと、このくの字ができた前提なんですけども、まずね、くの字の一番末端部分から最初出していきますよね。で、出していって、次は、2点目はここからです。このくの字の関節部分、ここから出していくと。
で、この2点でね、大体私足りると思いますね。あのバーッとね、幅広く出す方もまあいらっしゃるんですけども、私の場合それやっちゃうと結構バルーンが散らばって、あのどこをどうね呪文でフォローするかっていうことが分かんなくなっちゃうんで、私の場合にはこういう2点出しを主に意識しています。はい、というところでちょっともう一回ね、細かいところ踏まえて見ていきましょう。まずは、タウンホールを壊すリクパートですね。バスターからねこれ開始するのは、もう正味バスターが歩く距離ってめっちゃ短いじゃないですか。なんでもうバスターを先に出してね、どうせこれ壊れちゃうんで、ダメージの吸収役ですよね。ゴレとかヒーローがいらんダメージを受けないように先にバスターにターゲットを飛ばしちゃいます。なんでバスター先に出しました。で、ギガテトラには、フリーズとレイジ、さらに、最後の爆弾にはトームで回避と。でこれジャンプを打ったのはね、ここにジャンプを打つとこのラババルとリクパートがこう合流しますよね。ジャンプないとこっちにリクが流れちゃったりして、でリクパートがバラバラになっちゃうとね、すごいもったいないんで、ここはあえてジャンプを呪文2枠使うとね持ってきました。で、バルーンに関しては、まあ、ここから、9体ぐらいかな。でここからもさらにまあ9体ぐらいを出していって、その後に2点出しですよね。でここでバルーンが全部こう集結して、で、最後のこの区画に、集まったバルーンが一斉に向かっていくという感じですね。ただね、この形ができてくると、まあ多少私こう呪文ちょっとミスってるっぽい感じがするんですけども、それでも全開いけますので、やっぱりねリクパートできっちり、形を作っていくっていうのが、空をね回す場合だったり、まあホグだったりリガーを回す場合には非常に重要です。なんでここのパートですよね。このパートぜひね、さっき言ったそのくの字っていうのは、あの私もね、あのこれは意識してやった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というところです。でやっぱりね、こういうこの特にタウンホール12においては、星1で終わっちゃうとタウンホール12同士でしかやっぱりフォローがし合えないんで、このタウンホール11とかね10に比べて、その1回1回の攻撃の重要性がちょっと上がりますよね。なので星1でね終わるのを確保して、1回目の攻撃からね、全開狙いをやるよりは、私はあの1回目の攻撃なんかは特にこういう風なね、星には絶対取れる、でその上で全開も狙うという戦術を使うことを、お勧めしたいなというふうに思います。はい、というところで本日はこの辺りでは失礼したいと思います。よろしければね、グッドボタン、チャンネル登録、そしてこれからもぜひぜひ、ご視聴どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、失礼いたします。バイバイ。